今週の、関西弁に書いたのはですね、ビリー・ジョエル、ビリー・ジョーのですね、素顔の、Just the way you are、素顔のままでっていう歌でね、これも、僕、オリジナルをカバー、英語でカバーもしたことあるんですけど、この歌若いね、多分ね、下手したら17、18の時に作ったんちゃう？ビリー・ジョー。Just the way you are ってね、そのままでいいっていうね、化粧せんでとか書いてあるね。それは女の子勘弁してちゃうの？髪の色も変えなくていいって。君はそのままでいいんだよ、可愛いんだよって言ってんだけど、もうこんなもんさ、60歳のおっちゃん言うたらどうするっていうことでね、一応僕これもだいぶもうほんと10年前ぐらいに作ってたんです。素顔のままでを、僕はですね、素顔のままでなくてもっていう放題にしましてですね、どんどん変えて構わへんからっていうね。で、やっぱりラブソング言ったら若い子のもんになってくるから、これ、もう出会って何年？もう45年っていう詩があるんでね、20歳で出会ってたとして、この歌ってる人は65歳です。はい。20歳だったら若い、もう、例えばもう本当ね、30で出会ってたら75歳。それでも今でも君が好きだ。これこそがラブソングでしょ！ビリー・ジョール。ビリー・ジョール。だとビリー・ジョール聞いてくれと。そういう意味で。素顔のまんまで。さあ、どう？だんだーん！こうから、はい、行くで。どん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 変えて構わへんから、ほらほら、できれば若々しく行こう。65歳やから、まあ彼女がちょっと下でもね、62、3歳、まあ今若いけどね。そう、新しいファッションせんでもええよとか言うてんですよ、オリジナルは。いや、今風なファッションもええやろ、どんな君もええんよって。ほら、これこそが愛だろ。ほら、ええな、君は。年とっても、ほら、年とっても、変わりはしないもんですわ。まあ、変わるけどね、年とったらね。すごい、ええ試合だ、ここ。なあ、出会って何年？もう40、45年。ええやんか。でもこれマジでこんな65歳のおじいちゃん歌ってたら感動ちゃう？ね。あと、この歌詞書いたのも10年ぐらい前なんでね。当時はコマーシャルでやってたんですよ、ヨウさん。次、どんどんトライヤー。レディースマープも。いいね、レディースマープ最近見えひんね。やってる？あ、俺がテレビ見えひんからか。どんどんチェンジや、髪の色も。チェンジせんでええって言ってるんです、オリジナルは。ここまでで似合わへんかったら、戻せばええやん。次がもっとよ。まあ、俺は亡くなったからな、け。ハゲてるんです、そのおっさん。ハゲてるおっさんが奥さん好きやって言うたら、奥さんやな、45年も好きやってたら多分。 はい、それは叶わんもんで、叶わんもんで、これ多分ぴったり合ってると思うよな。愛ですわ、これ。ずっと変わらん、これやろ。愛は変わらんけど見た目変わってるっていう真実やもん。そんなもん65で18歳みたいな気持ち悪いで、絶対手術だよもうそんな。 これちょっと英語と聞き比べてみてな、一応いろいろ考えが出るから。これ多分口だいぶ持ってると思うんだけど、心の中はあの頃のままや、愛は変わらん、見た目は変わるっちゅうね。今日から動乱塗ってますから、私も。様々な意見を聞いて。疲れてるでしょっていうメール来た時びっくりしましたからね。疲れてないけど。人生には疲れてるかもしれないね。もう。どっちがくたばるんが先か。先か。見た目変わってもええわ。ええやん。こっちの方がええんちゃう？ビリジョル。これ日本語で歌ってくれるか。いつか、ビリジョーが、この、見た目変わっても上言わーって歌ってくれたら、俺自分のライブに呼ぶから。四ツ谷とかに。四ツ谷の地下。ビリジョル待ってるよ。Thank you. ということで、タネラモトチャンネルを開設してから、もう早い1ヶ月、2ヶ月に迫ろうとしています。登録者数です。なんとですね、なんと100人。あら、もうちょっと伸びてください。よろしくお願いします。これで100人を超えたらですね、次は R1 に出ます。